おはようございます。2024年10月30日水曜日の朝ですけど、体重は 65.40 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は、わ、晴れ、すごい晴れでございます。もう気持ちがいいですね。はい、そんなわけで昨日の夜なんですけれども、結局ね、一回放心状態になり、なんかもうね、抜け殻になってたんですけれども、その後ちょっとね、そんな時はやっぱりゆっくり足を伸ばしてお風呂に入りたいなっていう方を優先しまして、ちょっとね、肉祭りでね、食べた肉食べたかったんですけどね、結局ね、ぬくもりの湯に行って温泉に入って、その前にね、チャーハン食べて温泉入って、でね、10時くらいまで、本当にもう閉店までお風呂に入って帰ってきました。はい、それでね、すぐね、編集とかもしてたので、もうその後はね、すぐ寝て、それでもうね、今日9時までノンストップで寝てたので、何時間、9時間くらい寝てましたね。10時間くらい、すごい寝ました。はい、そんなわけでまずはさや飲みます。今日のお昼ご飯です。今日はさつまいもグラタンにしました。エリンギ、玉ねぎ、鶏肉が入っております。下はさつまいも、ゆっくり芋でございますね。じゃあ食べます。今2時です。なんか理由を話すとあれなんだけど、長くなるからあれだけど、本当ね、これから札幌に行くんですけど、本当はね、もっとね、2時間くらい前に出なきゃいけなかったのにね、ちょっとなんかバタバタしてちょっと出れなくて、じゃあまず行きます。札幌着いた。今日は実はですね、旦那さんが札幌にいて、私は札幌に迎えに来ることにはなってたんですけども、急遽ね、久しぶりにね、久子先生と打ち合わせが入りましてですね、それで私もね、ちょっとね、こっちの方でいろいろね、用を足したいと思っておりますよ。じゃあ行きます。今日ね、打ち合わせはこちらジョンソンホームのね、ジョンソンストアの上にあるジョンソンティーランチにね、行くんですけど、よくね、ここ使うんですけど、私はすっごい久しぶりに来ました。お気に入りのね、お茶屋さん、ティーラウンジでございますよ。行きます。ジャンさん、あ、じゃあこれじゃない、ティーラウンジの看板かと思ったら違った。ジャンさん、ティーラウンジ着いた。久子先生も来てるはずなんだ。久子先生、着物だ。ゆず緑茶を久子先生と久しぶりに一緒に飲みます言ってくれる。エリコロの動画打ち合わせ終わりまして、これからちょっと中島公園に向かいます。行きます。中島公園に来た理由は、なんとこちらイチョウの木のライトアップが行われているというのを聞きまして、それでちょっと今日ね、それを見に来ました。まだね、ライトアップの時間にはなってないのかな。もう暗いのにね。あ、着いた。今着きました。やったー。こっちも、あれ、なんか人集まってるよ、並んでるよ、そこにいっぱい。あ、そうなの。すごい人がいっぱい来ております。わ、めっちゃ人来てるんだけど、どういうこと。あ、こっから行っちゃう。あ、すごい綺麗。あ、みんな撮ってます。わあ、すごい。多分池にね、映る景色を撮ってるんでしょうね。あそこぐちぐちで取れないや。前の方まで並んだら来れました。すごい池に映る紅葉がすごく綺麗でございます。ちょっと写真を撮ってみたいと思います。
すごい人でしたけど、なんとか取れましたね。お祭りみたいな人の多さでしたよ。でね、なんかそこでもね、なんかやってるみたいなので、ちょっと行ってみます。あ、すごい、そこもすごい人だ。わ、すごい、ここ、今行こうと思ったけど、ここもすごい綺麗です。わ、やばー。なにこれ。こんな綺麗になってるんだ。わー、綺麗です。わー、この素敵な並木の横でやっていたのが、これだ。焼き芋テラスでございますね。11月4日までやってるみたいですよ。行ってみます。すごい人でございます。あ、なんか知ってるお店がいっぱいあるぞ。わ、すごい、あっちなんてもう行列ですけど、人気のクレープっぽい。こっちはなんだ、カフェだったりとか。あ、焼き芋屋さんもあるよ。すごいすごいすごい。バーもあるし、人がでもすごいね。焼き芋乾杯、これは、あ、これも乾杯。隣の町、ゆっくり芋でございます。今日も食べました、グラタンにして。あ、これも乾杯。ゆっくり芋の雰囲気で、もうじゃかぼちゃも100円です。気になるところはね、販売以外の気になるところは全部行列なので、ちょっと諦めました。じゃあ別のとこ行きます。エリコロの動画、あれはススキノを歩いております。久しぶりのススキノでございます。うちの旦那さんはここで生まれ育ちました。何階どこだ、上から、上から2番目上から、この辺です。はい、こちらココのススキノですね。新しくできたビルでございますけれども、ここね、食べ物屋さんがあるみたいなので、ちょっとね、なんか美味しそうなものあるかどうか行ってみたいと思いますよ。行きます。ココのススキノの2階から見える景色でございます。わあ、すごい。ちょうどこのね、ススキノといえばこの日課のおじさんですね。で、これが有名なススキの交差点でございます。今日は平日だからそんなにいないけど、まあ割といるね。おお、すごいおしゃれですね。お、いろいろフードコート的なものがあるみたいですね。あ、いいね、タイ料理気になるね。台湾もあるね、美味しそう。ちょっと行ってみます。もう一つ上の階にもね、なんか食べ物屋があるっぽいので行ってみます。もんじゃ屋さんすごいね。ラーメン屋が集まっているところ。はい、湯月、今日の夜ご飯です。今日はサイヤムっていうお店のタイ料理にしました。パッタイ、サムタム、マッサマンカレーをシェアして食べます。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったですね。じゃあこれからね、あのね、急遽札幌にね、一泊してからね、明日帰ることにしましたよ。そんなわけで今ホテルに向かっております。行きます。ちょっとセイコーマート寄ります。今日泊まるホテルはこちら、ティーマークシティホテルでございます。本年も何回も泊まっておりまして、旦那さんももう常連さんじゃないかっていうくらいね、泊まってるホテルでございますよ。じゃあ行きます。今日泊まるお部屋はね、こんなお部屋、もう旦那さんがね、もう3日泊まってたので、
ちょっと生活感ありますけどね。はい、じゃあ寝ます。まあなんで眠れないけど守れない。はい、というわけで今日も一日が終わりましたということでございまして、今日はズボンを履いてたんですがボタンがきついので脱ぎました。なのでこうやって感じで話させていただきます。はい、そんなわけで今日はですね、まあ急遽っていうか今朝決めたのかな、札幌に迎えに行って行くって言ってて、それで久子先生とそれも今日ね会って話するって言ってたんですけど、時間がねちょっとずつね遅くなっちゃったので、それで帰るのも遅くなるから、多分夜ご飯とかもこっちの方でね食べてくって考えてたら、なんかたまにちょっとそのまま札幌の方にね泊まって、それで明日ちょっと買い物とかも本当はあったんですけど、今日私が家を出るのがすごい遅くなっちゃったから、今日買う予定だったものとかも買えなかったから、もう泊まってね明日いろいろ買い物とかもして帰ることにしました。そう、そんなわけで今札幌の方に来てるんですけれども、ほんとねあれですよ、今日久子先生とすごい久しぶりに会ってね、それでちょっといろんな打ち合わせをしてたりとかして、でその後旦那さんはね何日間か前から一応札幌の方で仕事とかでいろいろ来ててですね、それで夜ね中島公園、札幌駅大通りすすきの中島公園っていう感じでね、こう札幌駅からずっとつながってる感じなんですけど、その中島公園っていう公園で紅葉のライトアップをやってるっていうのを聞いて、もし今日時間あったら行ってみるかって言って、それでね今日ちょうどね点灯が6時だったんですけど、6時にねちょうど着いて見ることができたんですけど、めっちゃ人だったの。こんなに人いると思わなくって、もうぐちゃぐちゃでした。観光客のね外国の方の言葉とかも聞こえてたし、日本の方もね、日本人の方とか地元なのか旅行で来てる方かな、わかんないけど、もうほんとねいろんな方たくさん来てました。でそのライトアップに合わせてなのか焼き芋フェスみたいなのもやってたんですけど、ほぼ何店舗も出てたんですけど、ほぼ完売でございましたね。一応なんか日中もやってたみたいなので、それでじゃないかなと思うんですけれども、でもなんか人気のある店だけ行列なのかなと思いきやね、他のところはもう完売でただ並んでなかったっていう感じで、でもねそこもすごい、どの道すごい人で、なんか美味しそうなクレープ屋さんがあってちょっと食べたいなと思ったんですけど、行列に並ぶの辛いなと思ってそれでね諦めて、そこは退散しまして、それでココのすすきのって新しくできたビルのところに入っているところで食べたことなかったし、何が入ってるかも知らなかったのでちょっと行ってみてね、それで美味しそうなタイ料理屋さんがあったから、サイアムっていうお店でしたけど食べました。すごい美味しかった。なんかで店員さんもねタイの方なのかな、ちょっと後ろのね調理師さんの方にね、なんだっけ、オーダーを伝えるときにねタイ語みたいなので伝えてたから、多分受付の女の方も奥で調理してる方もタイの方なのかなって私の予想ですけどね思いましたけれどもね、すごい美味しかった。本格的、本当タイで食べてるみたいな味で美味しかったです。はい、そんな感じで今日はねもうね、なんかね、ちょっともう車の運転もしてきてたから、なんか疲れちゃってるのかわかんないけど、なんかグダグダ喋ってる感じではあるので、もうね、今日はこの辺でね、これくらいにしておこうかなと思います。明日はちょっと札幌でいろいろ買い物とかもしてから帰ろうかなと思ってるので、はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。